多くの場合において諦めるに至る理由は自身に何の力もないと思ってしまうこと。風の向きを変えられないときは帆を風に合わせるんだよ。与えられたるものを受けよ。与えられたるものを生かせ。才能は誰でもあるんだよ。失敗して試行錯誤しながら続けられるエネルギーを持っている人が才能があるって思われているだけ。